照明に火が灯りましたナイトゲームの横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日初先発のルーキーに当然期待をかけてますよね。そうですね、どういうピッチングをするのかもう非常に楽しみですよね。そうですよね、ぜひ注目してみたいと思います。さあ、そして打席には佐野が入っています。さあ、チャンスが続きます。ここはゲッツーを取るようなピッチングになりそうですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ストレートを打った、ショートが抑えた、二塁へ送球、二塁フォースアウト、ダブルプレー、チェンジです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。1回終わりました、2対0、ヤクルトスワローズがリードしています。 DeNA ベイスターズ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、今日先発したルーキーですがほろ苦いデビュー戦となりました。ただこういった経験詰めたことは大きいんじゃないですか。そうですね、非常に貴重な経験したと思いますし、デビュー戦なんでね、もう一生忘れないでしょう。そうですね、その悔しさを胸に次の登板で戦ってほしいと思います。勝ったヤクルトスワローズ、接戦をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。